日の光を浴びて開く薄紫のカタクリの花兵庫県丹波市氷か町のくぬぎ林は日本有数のカタクリの密集群生地として知られおよそ1000平方メートルの斜面いっぱいにその可憐な姿を見せています先月下旬の冷え込みで例年より開花が遅れましたが先週の陽気で花開き見ごろを迎えています本当にあのピン,、ね、ンクの濃いのとか カタクリが花を咲かせるのは春の初めのおよそ10日間だけ今週末までが見頃の見通しだということです。